バンド・オブ・ホーセズは、アメリカ合衆国のインディ・ロック・バンド。2004年、ワシントン州シアトルで、ベン・ブリドウェルを中心に結成。アイアン・アワインのオープニングアクトで出演した、ライブを見て、サブ・ポップが目をつけ契約に至った。2006年、ファーストアルバム、エブリー・シング・オール・ザ・タイムをリリース。フィル・イークをプロデューサーに迎え制作された、このアルバムは、 ショートリストミュージックプライズで最優秀作品賞にノミネートされた。2007年、セカンドアルバム、シーズ・トゥ・ビギンをリリース。ビルボードアルバムチャート初登場35位を記録した。リードシングル、イズ・ゼア、A ゴーストは、ビルボードのオルタナティブチャートで34位になった。2009年、サードアルバム、インフィニット・アームズを発表。フルスのサブ・ポップを離れ。 自身のレーベルブラウンレコーズからリリースされた。このアルバムはビルボードアルバムチャート7位を記録。北欧3国など、その他の国でも上位にランクインし、キャリア史上最大のヒット作となった。九氏はこの作品を年間ベストアルバム21位に選んだ。スタジオアルバム公式サイト、ありがとうございます。